このライブで披露したのは全部で200曲。思い出はそれ以上あります。乃木坂46エースイヤーバースデーライブブルーレイ &DVD 12月23日発売。本日は乃木坂46 4期生ライブ2020にご来場いただきまして誠にありがとうございます。皆さんこんばんは。架橋さやかです。黒見遥です。松尾美恵です。開演に先立ちましてご来場の皆様にご案内申し上げます。ご観覧中の飲食はご自由にお楽しみください。本日のおすすめは何ですか？美恵ちゃん。甘栗です。さあちゃんは？いちごのフルーツサンドです私黒見のおすすめは焼き小籠包です。ぜひライブを見ながらお楽しみください。はい、はいはい、開演中可愛くてキュートでピッチピチな4期生がたくさん登場しますが、録音、録画、画面のスクショなどの行為はお控えください、うん、また開演中過度な飛び跳ね行為、大声での応援などは近所迷惑となりますのでお気をつけください。以上のことをお守りいただき、コンサートを最後までお楽しみください。それではまもなく4期生ライブが始まっちゃうよ。どうしようめっちゃ緊張するね。架橋先輩、何かいいアドバイスお願いします。ずるいずるい、こういう時だけ。同期だからみんなで頑張ろう。
頑張ろう、はい、頑張ろう。それでは間もなくライブが始まりますが、4期生16人で初めての配信ライブ、皆さん温かい目でお楽しみください。頑張って盛り上げます。それでは皆さん、4期生ライブを最後までお楽しみください。以上、架橋沙耶香と黒見遥と松尾美優でした。バイバイ、 バイバイ、また後でね。
したのは去年の6月夏の服に着替えた頃転がってきたボールを無視してたら僕が拾うまでコーチを見て待っていた透明人間そう呼ばれてた僕の存在気づいてくれた
Thank you.
皆さんこんばんは。せーの、乃木坂46 4期生です。配信をご覧の皆さんこんばんは。こんばんは。4期生ライブ2020始まりました。今回のね4期生ライブは2回目なんですけれども、1回目がもう約1年半前ということで、そうなんですよ、もうそんなにね経っちゃってるんですけど、しかもね今回の2回目で4期生に新たなメンバーが5人増えて16人でのライブになってます。ね、今日まで4期生16人で頑張ってきたのでね、今日も16人で頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということでですね、その新しく入った新4期生5人にそれぞれ、あ、ごめんなさい、喉が枯れちゃったもんね。すごいけどね、4期生5人に1人ずつお話を聞いていきたいと思います。はい、まずはじゃあ林るなちゃんからお願いします。はい、はい、林るなです、お願いします。今回その新4期生5人はこう4期生ライブに初めて出させていただくんですけど、もうあのリハーサルの時からみんながすごい丁寧に教えてくれて、でその期間を経てこう今までなかなかこうお話できなかった子たちともお話することができて仲良くなれて、すごい本当にいい機会をいただいたなと思って感謝してます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ルナちゃんはもうすごい面白いから、なんか白目をやってたじゃないですか。あれはもう今もう続けるつもりですか？途中でシフトチェンジをしたいなっていうふうに思ってます。いつだろう、寂しい。じゃあ次は最年長のゆみきのおちゃん、どうですか？はい、そうですね、私は本当に加入させてもらってもう毎日ありがとうっていう言葉をいただいてばっか気持ちをいただいてばっかりで、なんだろう、どうやってお返しすればいいのか自分の力不足に、なんだろう、もう落ち込むばかりなんですけど。なんでそんなこと言うの？でも、もう落ち込んでばかりではいられないので、みんなとか皆さんとか、ファンの皆さんとかたくさんの方からいただいた感謝の気持ちを今日胸にちゃんと持って魂込めて一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。頑張ろう。次はどうしようかな。はい、じゃあ私クロミンって呼んでるんですけど、クロミちゃんから、はい、じゃあお願いします。クロミンことクロミン。本当に今画面越しで見てくださってる、温かく見守ってくださってる皆様と一生懸命こう4期生としてたくさん経験をして努力してこられた11人のみんなのおかげで本当にここに立つことができているので、まずはそれにすごい感謝してます。ありがとうございます。そして今日は16人でよりパワーアップしたパフォーマンスを見せられるように一生懸命頑張ります。みんなも一緒に頑張りましょう。頑張ろうね。ありがとう。すごいご丁寧に、なんか私たちのことまで。ありがとうね。頑張ろうね。じゃあ、そんな大好きって言われちゃった私。私大好きって言われちゃった。進行してください。すいません。じゃあ次は佐藤理香ちゃん。はい。ちょっといいですか。私あれをやりたくて、どうしても何ですか？掛け声をやってくれませんか？恥ずかしいんですけど、れんちゃんの頼みなら。いいんですか？国語、数学、理科、社会、皆さんが好きなのは理科。もうカメラの前の皆さんもやってくれたと思う。ありがとうございます。優しい。あ、どうですか今日の。ありがたいんですけど、そうですね、こういった環境でも4期生16人でライブをさせていただける環境をいただけたことが本当にありがたくて、そう、まだ力不足な面もたくさんあって、リハではたくさん4期生のみんなに支えてもらってばっかりだったんですけど、16人での4期生もいいなって少しでも思ってもらえるようにこれからもこのライブを機にもっともっとパワーアップできたらいいなと思って頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後に私の結構なんだろうな、そのよく今日も髪型を私松って呼んでるんですけどね、松尾美也にお団子にしてほしいって何回も言ったんですよ。なのになんかちょっとあれ違うって思ったらしくて、ちょっとポニーテールにされちゃったんですけど、まあそんな松尾美也ちゃんにも話を聞きたいと思います。ポニーテールの松尾美也です。意気込み、新4期生が
私たち4期生が5人加わって16人として4期生ライブをさせていただけることが本当に嬉しくって、今日が本当にずっと楽しみで、もう始まる前から昨日の夜から言ってたと思うんですけど、終わっちゃうことが寂しいなっていうぐらいすごく今も楽しんでて、なので画面を感じないぐらい皆さんにも楽しんでいただけるように4期生16人のパワーを届けられるように今日はいっぱい頑張るので一緒に楽しんでください、はい、ありがとう。なんかちょっと新4期生しっかりしてない、私たちは。もうまだ早い。そんなこんなですが、新4期生の紹介も終わったところで、皆さんちょっと声出したくないですか？出したい出したい、だよね、出したい。そんな遠くは離れてないかもしれないけど、いつもならそうですね、目の前でパフォーマンスをできるところ、今回は皆さんの健康が第一ということで配信という形でやらせていただくんですが、はい、皆さんと心を一つに盛り上がっていきたいということで、はい、声を出しましょう。イエーイ。じゃあやんちゃんお願いします。はい、皆さんこんばんは、神奈川さやです。やんちゃん、はい、じゃあそれでは行きたいと思います。皆さん盛り上がってますか？イエーイ。ありがとうございます。もうここまで声聞こえてる、みんなの本当に、うん、でもやっぱどこに行っても心一つだから、最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。イエーイ。何何終わりが分かんない。じゃあ次はさやかお願いします。じゃあいきます。私、掛橋さやかです。じゃあ行きますよ、うん、皆さん乃木坂46のこと大好きですか？大好き。4期生のこと大好きですか？大好き。今日でもっともっと乃木坂4期生のことを好きになってもらえるように頑張ります。頑張ろう。じゃあ続いての曲に参りたいと思いますよ。4期生準備はできてますか？イエーイ。もっともっと声出せますか？イエーイ。今日も全力で頑張るぞ。おー。続いてはこの曲です。どうぞ。今初めての砂浜、ほらちょっと冒険した、水着が恥ずかしい、どことなくぎこちない、真夏の過ごし方、空の太陽がハート焦がしてる、あなたは立ち上がり海の家、ロマンティック、イカ焼き、なんだ
We'll be right back.
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。
すいません、こんな問いかけをしてしまって私のこと誰か分かりませんよね。すいません、新4期生の弓木直と申します。私たち新4期生が5人が今年の2月に加入して早10ヶ月となりましたが、皆さんどうですか、私たち4期生として馴染めてますかね。当たり前だよ。本当ですか。なんか確かにこうコロナの状況とかがこう続いて一緒に活動するっていうね、こう機会っていうのはすごく減っちゃったのは減っちゃったんだけど、うん、実際この今回のこのねライブでこうリハーサルとかでお互いにいっぱい話して、すっすごい仲が深まったなって私は思いますけどね。皆さんはどうですか。そうですかね。思いますか。あ、そんな今の思う思うすごい軽かったですけど大丈夫ですか。本当に思ってますか。ありがとうございます。4期生16人で初めてのライブなんですけど、誰かに感想を聞いてみたいと思います。誰にしようかな。じゃあ柴田ゆなちゃん。はい、ゆなちゃん。ゆなちゃん。はい、その16人で初めてのライブということで、うん、なんか最初その新4期生の5人が入ってきてくれた時はやっぱりそのなんだろう、コロナの影響とかもあってなかなかお話しする機会とかがなかったんですけど、うん、なんかやっとこのライブのリハーサルを通して、うん、なんかみんなといっぱいお話しして仲良くなれたなと思ってで、このライブは16人みんなでやるので、うん、みんなで成長できると思うので、うん、最後まで16人みんなで頑張りましょう。頑張ろう。なんだろう、もうカイロよりもあったかい。独特な表現。じゃあ次は北川ゆりちゃんお願いします。北川ゆりです。いや、ゆなちゃんの言葉も、うん、なおちゃんの表現もとっても素敵で。ありがとうございます。すいません。感想ですよね。うん、そうですよ。忘れちゃったの。ありがとう。感想、そうですね、やっぱりライブはこういろんな気持ちがすごい湧くじゃないですか。楽しいなとか、ありがたいなとか、みんなのこと大好きだなとか、だからこう一つの言葉にまとめるのはすごい難しくて、うん、そうだね、いいんですけど、今回私目標を決めていて、おー、何で、こうちょっと緊張しちゃう、こうライブ、うん、配信ライブっていうのをやらせていただくのが、うん、私たち2回目、うん、前回が白石さんの卒業コンサートで、うん、でそこからも分かる通り、こう今大好きな先輩、憧れの先輩とか先輩方が卒業なさってるのが続いていて、やっぱりたくさん助けていただいたからこそ、うん、寂しいなって思っちゃうんですけど、うん、大好きだからこそ自分たちがもっと成長したいな、強くなりたいな、変わりたいなって今すごい思っていて、うん、だからそういう姿を少しでも見せられたらな、少しでも成長した姿を見せられたらなっていうのをこう目標に今回していて、できるよ。だから、頑張ろう、頑張ろう。だから強くなりたくて、うん、その目標を叶えたいから、うん、みんなで頑張りたいなって思ってます。頑張ろう、頑張ろう。私はね、個人的にゆりちゃんから何度も振りを教えてもらったりとか、隣の子とか多いのでね、なんかいろいろ教えてもらったりして、ゆりちゃんがいないと生きていけないほどゆりちゃん依存症になっておりますので、安心してください、私がいます。ありがとう。ありがとう。じゃあ次はやくぼみおちゃんお願いします。やくぼみおです。あ、すごい緩やかな。すみません、ちょっとゆりゆりの後だからちょっと緩くて申し訳ないんですけど、可愛いです、可愛いです。 ありがとうございます。今回は先輩方がいらっしゃらなくて、うん、4期生16人だけでライブをさせていただいて、もうその中でも特にレイちゃんとゼーラが本当に引っ張っててくれて、うん、こうダンスもそうだし、立ち位置もそうだし、本当にもういろ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 いっぱい教えてくれて、うん、こうダンスが苦手な身からするとすごくありがたくて、本当にお世話になったんですけど、本当にね、さっきのパフォーマンスもだからちょっと揃ってたんじゃないですか。どうですか。どうなんだろう。でもね、こう配信でその一部一部しかね、こうお届けできていないと思うので、今度は
その揃ったパフォーマンスを直接全体を皆さんにお届けできたらいいなと思って、ね、こう配信だとちょっとね寂しいよね。だからいつか皆さんの前で16人で素敵なパフォーマンスができるように頑張ります。頑張りましょう。なんだろう、ここは野原かっていうぐらいなんかもう暖かい場所でもう一生ここにいたいなって思いますね。暖かい。ありがとうございます。もう泣いてるの？待って、なんで泣いてんの？泣こぼち、泣こぼち、泣こぼち、なんだよ。待って、ヤコボがさ、なんかさ、なんか引っ張ってくれてありがとうってさ。だってそうだったもん。いやもう。細かいとこまで言っちゃってさ、なんかちょっと疑ったかなとか。そんなことないよ。言ってくれてよかったんだよ。嬉しい、ありがとう。なんかね、私も私の唯一大好きなアイドルグループが乃木坂46なんですけど、その乃木坂46の大好きなところはみんなが温かいところで、スタッフさんも全員がみんなが温かいので大好きだなって改めて思いますし、こうやってねみんなと一緒に気持ちをねぶつけ合うことができて、そしてそれも温かいという、なんだろう、なんかウィンウィンな感じでまとめ方下手です。覚えたての英語みたいな感じで使ってみたかったみたいな。はい、それでは続いての曲に参りましょう。まゆたん、あ、ごめんなさい、続いて、ごめんなさい、ごめんなさい、まゆたん、はい、ちょっと同い年だからさ、ちょっと私のことないがしろにしすぎじゃない？あの、私の方が背大きいからさ、いや、見えなかったの。関係ない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 、まゆたん、どうですか？そうですね、でも本当に今回のこのライブってなんか本当にこう16人で初めてのパフォーマンスになるっていうのもあって、やっぱりみんなすごいこう気合がやっぱりこうリハーサルの時からすごくあって、うん、でなんか私たちもそうだけど、やっぱり新4期生の子たちはみんなこう新しい振りを覚えなきゃいけないっていうところがやっぱりすごくあの見てて大変そうっていうのもあって、でも本当にヤクボちゃんが言ったようにセイラとかレイちゃんがすごくこうここは揃えようとかこう動画とかねみんなで見てこうここを合わせようかとかすごく提案してくれて、なんか本当にこの4期生のいいところがなんかすごく出たこうリハーサル期間でもあったし、で実際ね今日こうやって本番を迎えて、まあ、まだオープニングが終わったところだけど、なんかみんなのこの笑顔がなんかほんとキラキラしすぎて、私はもうこの後のこう曲をやるのも今からもう楽しみで仕方ないっていう気持ちでいっぱいです。いやさすがの田村さんですね。恥ずかしいな。田村さんに勝るものはありません。ちょっとバカにしてるよね。バカにしがないよ。なおはね、なんかこのリハーサル期間中で一番私になんかすごいなんかねいじりをね発揮するようになってきて。そうだっけ。でもこれもなんかこのリハーサル期間ですごくこう新しく入ってきてくれた5人となんか仲良くなれた証拠だなって思って、ね、うんうん、私はすごく嬉しいので、うん、あのまあまあいじってもいいですよっていうのは伝えてきます。よし、公認もらいますので、どん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 いじっていきたいと思います。お願いします。はい、それでは続いての曲に参りましょう。一緒に曲入りしますか？はい、はい、はい。続いてのコーナーはユニットのコーナーです。どうぞ。今日はとびっきりやんちゃなあいつに来てもらってるから、思いっきり楽しんでくれ。1, 2, 3, 4. 今からこいつのことを紹介するぜ。こいつはやんちゃなやんちゃ。そうだぜ。お前がどれくらいやんちゃなのか教えて教えて、やんちゃいいぜ。わらしべ長者でブツブツ交換。あ、そのわら私にください。代わりと言ってはなんですが、私の持ってる屋敷をあげます。やんちゃめっちゃやんちゃ一撃。わらをもらって得したな。価値観独特。ペットショップで子犬を見てる。うわー、どの子も可愛いな。すいません。なんでしょう。ここで暮らしていいですか？やんちゃめっちゃやんちゃ犬とと。絞れなくて彼
なり迷惑。ガソリンスタンドでガソリン入れる。いらっしゃいませお客様、窓ガラスは拭きますか。はい、えい、とっと。やんちゃめっちゃやんちゃ、代わりの車くれ。2万の中古のバイクです。ちゃんと動くかな。今から披露する曲は乃木坂のファンの皆様ならこのなんとなく見覚えのある編成でお分かりかなと思うんですけど、そうなんです、私たちが今から披露する曲は渋谷ブルースです。いやね、あの伝説のユニットの名曲を歌わせていただける日が来るとは思ってなかったのでね。そうですね、うん、じゃあまず自己紹介させてもらいましょうか。はい、はい、私たちは芝由美です。もともとはね、白石さんと高山さんの白と高を取ってホワイトハイというユニット名でなさってたんですけど、私たちもねそのルールをのっとって、うん、そうそう、頭文字をルールをのっとってルールに乗っかかってで、あの頭文字を英語でねユニット名にさせていただこうかなと思ってたんですけどね。そうなんですよ。で、うん、なんか芝にあたる英語を、うん、あの英語のできるレイとかゆりちゃんに聞いてみたんですけど、うんうん、ないみたいでね。そうなんですよ。なんとかウッドとかですよね。そう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 。で、なおちゃんも、ね、そうなんですよ。ユミが問題でございまして、うん、ユミはボーというらしいんですよ。だから何もいっぱい考えたんだよね、うん、何にしてもなんかボーがとてつもなく変な感じを出してしまうの で、 そうなんですよね。今回は可愛らしく芝ユミでやらせていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。皆さん芝ユミって可愛いですよね。可愛いよね。可愛いって、え、聞こえた聞こえた。本当本当、ありがとうございます。では今回ギターを担当してくれる2人を紹介したいと思います。おかけとおつつです。
癒されます ね今日は千葉由美とおかげとおつつの和風な4人でやらせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、それでは聞いてください。渋谷ブルース。センター街で遊び疲れて駅へと向かう。路肩の生ゴミが少し破れて、夢の残り物カラスたちが狙う。悪いことをしてたんじゃない、に言えない秘密が欲しい。メルカ電話くらいできるでしょう。そう叱られたってどこで何してたか言わない。誰のために生きているのだろう。大人がしだれるの上を、ただ黙って行けばいいのか。渋谷渋谷渋谷だけがいつも私の話を聞いてくれるから、今日も今日も今日もここで。なぜだか泣けてくるんだ。空の青さに道を見失って、声を上げたくなった。渋谷渋谷渋谷だけが出せるよ。明日も明日も明日もきっと私はここにいるだろう。渋谷で歌うブルース。あのお約束のやらせてもらえるんですか。あれもやっちゃっていいんですか。じゃあお言葉に甘えてやらせていただきますか。渋谷で歌うブルース。え、何違うの。なんかさ、おかき怒ってない。え、あ、ほんとだ、怒ってんの。怒ってんの。あ、わかった。何、岡山入ってないから怒ってるんだよ。そうだそうだ。よし、じゃあ岡山入れてやってみようか。もも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 もたろう。違うの。あ、ごめんなさい、ちょっと桃しかね知識がなくて浅はかですいません。え、なんかおつつも怒ってる。え、なに、かわいい。かわいいね。あ、わかった。何、渋谷なのにチャラさ足りなかったからだよ。絶対それだ。よし。ポポポンポンポンポポンポポンポンポン。それも違うの。なーに、なに、ここ、あ、わかった。よし、じゃあ行きますか。乃木坂四期生よろしく。
優しく言われてしまった。それくらい君を思ってる、どれくらい愛されているか聞いて。抱きしめ合う
しみになってきた。もう何も後悔はない。
知りたい。なれなかったんだ。先に連絡
人で初めての4期生ライブということなんですけれども、配信ライブになってはしまったんですけど、配信ライブだからこその個人個人の魅力を楽しんでいただけたかと思います。それではまたお会いしましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。Bye.
1月27日に発売される乃木坂46 26枚目シングルに収録される4期生楽曲をこれから初披露したいと思います。それでは聴いてください。アウトオブザブルー。ここで新曲のアウトオブザブルーを初披露させていただきました、はい、そして
センターを務めます早川セラです、応援してくださっている皆さんいつも本当にありがとうございます、今回のパフォーマンスは16人になって初めてからの曲ということでなんというかやっぱり今まで11人だけで活動してきて新しく5人入ってきてこう経験も違うしこうなんだろう知識も違うし何もかも違うところでこう初めてこう一緒になる曲っていうこともあって私自身センターをしてするってなった時はあのすごく正直不安に思っていたしみんなのこともまとめられるかすごく不安だなって思ってたんですけどでもこうやってみんながすごく温かくてセンターおめでとうってすごくみんなが言ってくれたからみんなが言ってくれたから今日まで絶対に頑張ろうって思ったし今日もみんなで披露できてとても嬉しかったです本当にあのこんなコロナで大変な中で配信になってしまったんですけどあのこうやってあのすごく素敵な会場で披露させていただけるこんなありがたい環境にあるということを本当に嬉しく思っています本当にありがとうございますもうでもね本当になんか今回のライブでセイラがすごいなんかセンターで大丈夫かなっていうのもすごいなんかそう思ってるのは知ってたけど、うん、でもそれでもやっぱりなんだろう一番まとめてくれたっていうかちょっとやっぱりなんだろうなこうリハをするにあたってねいろいろと悩んだりすることとか、まあ、振り付けも覚えるのが大変だったりとかすごいやっぱりいろいろあったけどそこでやっぱりセイラが一番前に立っていつもねなんか引っ張っていってくれたからもう今日も成功できたと思うしだからもういて、ね、センター立ってくれてありがとうって、本当に思うありがと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 う違う本当にごめんなさいなんでなんでいやでも笑顔でパフォーマンスできてすごい良かったね。ね、ね、さっきね、ちょっとねリハの時泣いちゃったもんね。危なかった。危なかった。でもなんとか皆さんの前では笑顔で披露できて良かったです。ね、良かったです。本当にみんなありがとう。こちらこそありがとう。大変なこともあったと思うし、新予期生もすごくついてくるのも大変だったと思うけどもすごいね、もうね一丸となってくれて本当に嬉しいし、このまま。ここがスタート地点としてもっと頑張っていきたいなって思います、うん、頑張ろうね頑張ろう、ね、もうこれでライブもラストに差し掛かってるんですけどちょっとね今日のライブの感想をメンバーに聞いていきたいと思うんですけどじゃあまずレイちゃんはいもう今日はみんな本当にありがとうじゃあこちらこそセイラのすごくなんだろうなこうやってセンターだからって言ってすごいみんなを引っ張ってくれたしでもいつも なんかセイラがなんか私じゃできるかわからないって言ってたんですけどでもなこうずっと2年もう3年目になりましたけど4期生もずっと最初の頃からみんなを引っ張っててくれてずっと頑張っててくれてだからその結果がなんかこうやっていいことになって私もすごく嬉しかったしだからすごいなんかセイラにも4期生のみんなにもありがとうって言いたいですありがとうこちらこそありがとうありがとうレイちゃんごめんなんかもうありがとうに包まれてて幸せな気分になっちゃう感謝に包まれてて ね感謝に包まれてて優しい声が聞こえたじゃあつついちゃんつついちゃんなんでねあやめあやめそうですねねなんだろうもうこのラストのみんなの雰囲気とかこのなんだこのね何とも言えない本当に温かい雰囲気空気感が4期生にはあの最初からあってそれが
本当に何だろう、この4期生ライブをやらせていただく時もその空気にいつも私も支えられたし、何だろう、終盤に差し掛かってるんですけど、一番思ったのはやっぱり4期生全員大好きってことです。本当に何だろうね、れいちゃんもみんな言ってたけど、ありがとうと大好きです、みんな。ありがとう。もうみんな泣いてるじゃん。待って、私も声も枯れちゃった。みおちゃん、みおちゃん、ごめん、泣かないつもりだったのに泣いちゃった。くぼっち大丈夫、ありがとう、大丈夫。すごい幸せなの、今幸せな涙です。本当によかった、いい涙。ね、もうすごい温かい空気なんですけど、もう、どうしよう、なんかやだ、どうしよっかな。もう行っちゃうよ。いいですか。じゃあ行きましょう。次の曲行きますか。じゃあ、さくらちゃん、はい、お願いします。はい、じゃあみんな準備しましょう。はい、続いての曲で最後です。配信をご覧の皆さんもぜひ一緒に歌っていただけると嬉しいです。それでは聴いてください、乃木坂の歌。Whoa, whoa, whoa, whoa.
ありがとうございました。ありがとうございました。2020年は大切な先輩方のご卒業があって、グループにとってとても大きな変化があった年でした。来年の2021年は乃木坂46に新たな一歩を踏み出す重要な1年になると思うので、4期生もちゃんと乃木坂に貢献できるように、グループのためにできることを全力で探して16人全員で挑んでいきたいと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.
始まった お待たせいたしました。こんにちは。ここからはモバイル特典限定のアフター配信になります。はい、ということで私たちももうライブも終わってあとは寝るだけっていうことでね、一人一人こうパジャマを着させて登場させていただきました。あのね、ちょっと私みんなのパジャマを一人一人ちょっとじっくり見ていきたいなって思うから、じゃあどうしようかな。なおの方から行こうかな。まさかの私。そうだよ、立ってお、かわいい、かわいい、ひろひろ、これそれかわいいね。それかわいいですか。かわいいよね。何の柄ですか。これは何だろう、これ、いや、猫猫の見ても猫ですけど、なんで考えたか。なんか普段こんな着ないのね、うん、だからなんかこの機会にちょっと冒険しようかなと思って。じゃあ猫って猫は冒険ってこと。うん、うん、ちょっと違うけど。違うでもゆりちゃんが言うならそうします。ありがとう。嬉しい。じゃあ次クロミンだね。クロミン立って。お、イエーイ。似合う、似合う。チェック、うん、チェック柄にします。これレイちゃん狙ってたよね。それ着たいって。でもだったんだ。レイちゃん着てたもんね。レイは、確かにレンちゃんとお揃いにするからそれは大丈夫です。じゃあぜひね、あとでレイちゃんはこれを着て写真を撮ってファンの皆さんに見せてあげて。いいね。これ疲れちゃって寝ちゃうからダメかな。そんなこと。かわいい、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ次はリカピョン。リカちゃん、リカちゃん、かわいい、似合う。さくらんぼっぽい。さくらんぼ似てそう。似てそう。こんな感じだよね、リカちゃん。本当？え、なんで知ってる？わかんない。今ちょっと怖がってたよ。まだ知ってるの？バレたかと思ってびっくりした。合ってるよね、でも。ほら。着てる。だよね。かわいい。かわいい。ありがとう。じゃあ次はゆりゆり。ゆりゆり。え、めっちゃかわいい。かわいい。ちっこい。あ、かわいい。いちごだ。緑似合うね。そうね、私さ、この間のリハーサルの時にさ、ゆりちゃんにね、緑似合うねって言ったその日の時にこのパジャマに変わったの。そうそうそう、全然違うので、まゆたんに緑似合うねって言われ、あ、これも緑。似合うね。似合うものを。やった。だからちょっと私もね、似合うなと思ってちょっと嬉しかった。本当に。ありがとう。じゃあ次は早川さん。はい、セーラパジャマ。かわいい。かわいい。これ実はあの相方の。誰？カップルです。カップル成立。カップルパジャマね。許せない、うちの旦那。許せない、それはちょっと。なんで？ちょっとカッキーは私の旦那っていうさ、違うよ。そういうのがあったじゃん。指輪見えない。指輪見えない。え、座ってください。座ってるよ。座ってください。これ私たちの子供。私もしたかったの。じゃあ、かわいいだもん。次、さやかちゃん。忘れちゃった。はい、さやかちゃん。クリスマスの。かわいい。お姉さんっぽいね。お姉さんっぽい。お姉さん路線に行ったんだもんね。お姉さん路線に行ったんだもんね。そうそうそう。なんか、最初当初の予定だと、すごいなんかピンクのふわふわのワンピースだったんで。そうだね。そう、だから逆になんか大人っぽいんだったらこっちでもいいかなって思った。お姉さんみたいで。似合ってる。どっちも似合うのいいよね。かわいい。マユちゃん、マユトン、私、マユトン、マユちゃん、え、ちょっと似合わせてるね、そのパジャマ。なん、それマユちゃんね。レイちゃん、なんで秘密を守れないの。大
丈夫、聞こえてない、聞こえてないですよね。え、今何の話してた？何も喋ってないよ。そう、何も話してない。そうなんか急に聞こえなかった。じゃあ、みんなが、もうそんなに見たいんだったら、もうじゃあ、行きます。はい。かわいいじゃん。何柄これは。これね、あの、星空の星座がいっぱい。一番好きな星座どれ？私が一番好きなのは、うん、やっぱり読めるかな、読めますかね、読めるかな、アリエス。ねえ、バカにしすぎだって泣いちゃうよ。じゃあ、え、どうする？カッキー、さっきも立った立ってみる。もう一回立っとく？もう一回立ってみる。あ、もう一回立った。大丈夫です。カッキーでも似合うね。なんかこういう青っぽい色とかさ、すごい似合うと思う。カッキーでも意外とね、お家ではね、着てないんだよ。本当に？そう、お家のピンクのイメージある。カッキーピンク？カッキーお家最初の頃のさ、パジャマピンクだったよね。ピンクだった。じゃあ今度は私がカッキーにこういうパジャマをプレゼントするね。あ、待ってるね。じゃあおそろいか、おそろい、もうすぐそれ、なんかもうこうやって、あ、待って、ごめんなさい。何？じゃあさくちゃん。はい、さくちゃんは、さくちゃんの可愛いんですよ。さくちゃん、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 それはそれはもしかして自分で選んだのかな？自分で選んだ。はい、違うの、これは違うの、みんなが選んでくれたから来てます。そう、なんかさくちゃんってすごくなんかうさぎさんっていうさ、イメージがすごく強いから、うん、もうキュンキュンが止まらない。超可愛い。さくちゃんでも前お家でそういうの着てたよね。着てた。もう着ないよ、もう着ないよ。もう着ないよ。着てよ。似合ってるよ。ね、着ないの？じゃあ今度写真送って、みんなに。待ってる、待ってるから。みんなにも見せるね。やったー、私たちだけ。やったね。じゃあ次、めんめん。え、ちょっと待って、あれ、一緒に、あれれ、あれれ、もしやここにも。じゃあ、あらー、かわいい。似合ってるね。ね、一緒なの。おしゃ、で、お靴も、お靴はみんな一緒。みんな一緒だよ。みんな一緒だよ。え、ポイントは？ポイント？特にないかな。ないかい。なんか最初は私がピンクで水色だったんだけど、うん、やっぱりレイノがお姉さんだからちょっと水色かなって。そうなの。え、あの見た感じ、あやちゃんの方が結構年、うん、あの、あ、お姉さんに見えちゃうけど。あれ？あれ？何歳ですか？16年。17です。わぁ、中身はね、中身はね、そうだね、中身はね、中身はそうだね。いやでも大人、レイが大人になる時もあるんですよ。もう知らないだけで。かわいい、かわいい、かわいい。ありがとう。じゃあ次はやんちゃん。は、私、行きます？行きますよ。特徴のないんですけど、あれ実は知らない間にね、なってたんだよね。隣に座って、あ、同じかもみたいな。え、可愛い、似合ってる。2人もなんか色、なんかお互いに合ってるね。ちょっとさ、レイちゃんたちよりさ、ちょっと大人っぽくない？大人っぽい、色合いが。あら、レイちゃん、レイちゃん自分のパジャマめっちゃ見てた今。なんかごめん、なんかごめん。ありがとう、可愛かった、すごい。次は、ヤクボ。ヤクボ？ヤクボだよ。ボコボコ、可愛いね。可愛い、可愛い。着てそう、着てそう。着てないでも、実は。着てないぞ。あんまり着てない。何着そう？いつもパジャマみたいな。あ、体操着。意外だよ、意外。めっちゃ体操着だよ。可愛いの着な
だっていつも可愛い服着てるじゃん。ね、あれフリーのお外だから可愛くしてる。そう可愛い。でもオフもあったらよね。ギャップがあって。ギャップってことで。可愛い。可愛い。え、嬉しい。タカちゃんとね二人だけなのも本当だ。タカちゃんペアお揃いだね。お揃い。お揃いだ。本当だ。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ次はルナ。ルナちゃん、ルナちゃん、あ、何柄？何柄？何柄？めっちゃ可愛い。猫ちゃん、可愛い。なんか初めはそのレイちゃんとあやめんが着てるパジャマをさやたんとお揃いだったの。さやたんって？そう、変えた。そう。途中で変わってこれになりました。可愛い。変更した。可愛い。すごいみんなパジャマくるくる回ってるね。ありがとう。じゃあ最後お願いします。かわいい。似合う似合う似合う。さっきのユニットでもなんかそういう赤色のでっかいの出てきてサンタさんね。あれはサンタさん。聞いて聞いて。これね、あのね、言ってくれなかったんだけどクロミちゃんと色違いなの。そう本当だ。やってくれるかなって思う。なんで言わないの？何？何？ちょっと最初に言うとちょっとみんながねえまたペアなんだけどみたいな。違うよ。最初だから、最初だからまたとはなんないんだよ。クロミちゃんらしい。確かに。かわいい。いいな。可愛いペアいいな。ねえ。みんななんかこのパジャマ着たいとかある？このメンバーの、もしも自分のじゃなくて誰かの着るんだったらこれが着たいなとかある？みゆちゃんかな。みゆちゃんの、みゆささわかちゃんのやつ着たい。着てたんだけど、もともとこれだったよね。そうなの？そうなの？私の元にね届いた。二人でクリスマスだね。あ、ほんとや。確かに確かにね、すごいみゆちゃんのファッションセンスがすごい好きなんだよ。何これ、これではない。え、でもね、私のこのパジャマももともとユナが着てたやつなんだよ。そうなんだよ。なんかね、一回ね、ピンクを選んだんだけど、大人っぽいピンクをね、選んだんだけど、ちょっといろいろあってそれに変わって、でもやっぱりこれになって、で、なんかまさかまゆちゃんがそれを着るとは思ってなかったから。そうなの、私もともとなんか、あの、緑っぽい、そうそうそう、大人っぽいやつ着てたんだけど、なんかいつの間にかこの星座のパジャマになってた。かわいいよ。かわいいよ。でもなんか勉強できそうだし、これいいね。勉強って。星座のまゆちゃん、まゆちゃん普段どんなの着るの？え、私？え、私でもどう、なんかユナとかが着てるようなパジャマが多いかも。なんかさ、パジャマって感じよりなんかルームウェアって感じ。そんな感じが多いかも。見たことあるんだ。ちょっとマウント取られたの。あれさっきもね、聞いて聞いて。何？あのね、今さやがね、ユナにね、パジャマとルームウェアって違うのって聞いてきた。同じだよね。パジャマとルームウェア、若干一緒の人もいるよね。これがパジャマ、パジャマで、ルームウェア、なんだろう、ゆったりしてる、羽織るとか部屋着みたいな。ルームウェアだから、部屋着。部屋着、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 全部違うと思う。でも人によるんじゃない？一緒の人もいる。そうだよね、もう一緒もいると。今日だけ一緒にしようじゃん。一緒にしよう。お願いします。じゃあ、そんな感じ。え、他は？はい。お、誰かとお揃いにした。あちょっと同じじゃない？本当だ、フルーツ系のルックで。確かに今流行りのシミラールックみたいな。思ってたの、フルーツとドット一緒だしさ、オーケーだしさ。本当だ、お揃い。もしかして、よかったね。本当にお揃いじゃない？え、本当だよね。ね、かわいい。やったー。ちょっと寂しかったね。じゃあこんなにね、私たちもパジャマトークで盛り上がってゆったりしてるんですけど、もちろんアフター配信も曲をやりますよ。じゃあ早速ね、行っちゃいますか。はい、次の曲はこちらです。どうぞ。
さこのカーペット、うん、引いたってさ、うん、この上にみんな寝転がってさ歌ったりとかする、うん、したじゃん、うんうん、なんかこの配信ライブならではっていうか、うん、確かに、うん、そうだよね、絶対さ会場、そう会場のライブだとないよね、ないないない、なんかことしたら怒られちゃうからお客さんこうやっていっぱいいてさ、私たちだけイエーイってでもね、なんかね、そうなの、配信ならでは、そうだからなんかすごい楽しかったなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、じゃあここでちょっと改めてね、今日のライブの感想みたいなものをちょっと聞いていきたいなってちょっと思うんですけど、じゃあどうしようかな、じゃあちょっとセイラ邪魔だぞリカピョン、おーおー、あ、リカピョン、もう昨日のリハでは私は大号泣してしまって、そう、ね、そうみんなの、ね、優しさを、ね、またひしひしと感じて、うん、16人の素晴らしさがこのライブのリハを通してすっごいもう身に染みて感じてきて、その中に私が大丈夫かな、いたやも大丈夫かなって思いで泣いてしまったんですよ、うん、そしたらみんなが優しくしてくれて、それでまた昨日のリハから今日にかけてまた気持ちがグンって上がってみんなでいいライブにできたんじゃないかなって思います。よかった。じゃあね、じゃあね、お、え、今なんかめんめんと目合っちゃったから、めんめんに聞いちゃおうかな本当、うん、え、私さ最後のさ、あのラストの MC でめっちゃ感想言ってたけどさ、あ、本当だでもほら改めてね、うん、なんだろうな、でもなんか、うん、あのみんなそのやってる時から、うん、何裏でモニターとかさ見てるじゃん、うん、もうなんかみんな可愛くてみんな可愛い、みんな可愛い、みんな可愛い、なんかかっこいい曲も、うん、なんだろうな、だんだんとね、うん、みんなすごくうまくやれてきてるなってのもすごく実感したから、うんうん、なんかこのままなんかこのねいい調子で3年目、うん、ね、うん、元気生は3年目で、うん、16人がね、あ、16人じゃん、5人がね、うん、来てまた新たな4期生として再スタートすると思うので、うん、頑張りましょうね、じゃあちょっと一緒に残りがついてるんだ、ちょっとあげたじゃあさっきからねちょっと主張が強い早川せいらさんに聞こうかな、なんかすごい聞いてほしいみたいな顔で見てくるからでも今日ライブで今回のライブで初めて4番目の光を16人で歌って、うん、なんかなんだろう、なんかもともと11人でやってた曲で、うん、やっぱりこうみんないろいろ思うところはあったかもしれないんだけど、うん、なんか今回ライブで披露16人でやって、なんか11人の曲っていうよりかはもともと16人だったけど、なんかあのなんていうの、もともとそうだったけどなんか合流したみたいな、なんかもともと16人の曲だったみたいに感じて、うん、なんかすごい特別な気持ちになってすごい感動して泣いちゃった歌いながら、泣きそうだったもん、ね、1番目の時めっちゃ泣いてたよねそうなの、でもねすごい嬉しかった、みんなで披露できて、ね、ありがとう、うん、じゃあ今の話を聞いて、じゃあね新4期生の誰にしようかな、誰にしようかな、じゃあ ルナにしようかな、ちゃんは特にその新4期に対して結構その気にかけてくれてたりとか、いろいろこう話してくれたりとかして、なんかそれをきっかけにセイラちゃん自身とも同じ4期生みんなとの距離も縮まったし、なんかこうやっと本当に一つにっていうか合流できたなっていう感じが今回本当にして、ね、さっきもね、あの始まる前ゆなちゃんと歯磨きの話をしてたりとか、そうなの、聞いた人、聞いた人、何歯磨き、あ、まゆちゃんだ、私歯磨き、歯磨き好きですかって、仲悪いのかって話、すごいね、距離ありそう、そう、なんか歯磨きしてたらさ急に話しかけられて何聞いてくんのかと思ったらさ、なんか歯磨き好きとか何分かけるのとか聞いてきたからさ、あ、
好きじゃないけどいっぱい時間かけるよみたいな。ちなみになんかルナは歯磨き好きらしいです。そうそうそう、歯が綺麗になるね。ゆなちゃんは5分かける。そうですよ。長い。早くて5分だよ。すごい。本当に待って待って、数えたことないけど確かに歯磨きって人の性格出そうだね。そうなの。だからユナ歯綺麗なんで。歯綺麗、なんかよくユナちゃん歯磨いてるよね。そう。ユナみたいで本当に笑顔。それにさ、ユナはさ、こうユニットコーナーでさ、一人でさ、そうだよ。歌ってじゃん。緊張したけど、めっちゃ上手かったよ。上手かった。すごい感動した。昨日聞いて泣いちゃったよ私。いやなんかすごいもう緊張もしてて、でもその前私が最後だったんですけど、その前までこうみんながユニットでやってて、それをなんかずっと見てて、あもう頑張れ頑張れって思いながら見てて、で、あのモノローグが私の前なんですけど、そのなんか裏でさくちゃんとせいらちゃんと一緒にこう待機してて、せいらちゃんとかもすごいなんか頑張ってとかって言ってくれるから、もうすごいなんかそれが励みになったなって思います。いい話。すごいね、上手でね。上手だった。裏でもうモニター前も視聴率めっちゃ良かったよ。視聴率モニターの視聴率良かった。すごいみんなね、もう画面にこう食いついてこうみんな聞いてて、本当に上手だった。ハクマイもやってたやん。え、白米様のセンター。白米様、白米様すごい気に入ってる。そう、ずっとずっとやって、あ、白米様って言うんだよとかさ、みんなそんなところなんだ。今日の練習めっちゃ声可愛くなっちゃったね。あのね、本当はね、こう、原曲っていうの、本気の曲の方、オリジナルの方を聞いてて、やっぱりりんごさんの声がすっごい可愛いから、なんかどうしてもなんかこうそれをばっか聞いてこう歌をね聞いてたから、なんかこう自分がこう歌う時もなんか可愛くしなきゃ可愛くしなきゃっていう気持ちでいっぱいになっちゃって、そしたらあんな声になっちゃって。めっちゃ可愛かったよ。可愛かった。それはもうまゆたんの技、あんな声になっちゃった、そうそう、やだ恥ずかしいっていつも言ってるから聞いてほしいんだって。違うの、そんなんじゃないので、ちょっと今言ってほしい。白米様やってよ。白米様、かわいい。やめてよ。でもね、あの、まあ、白米様って言ったらこう松村さんだけど、その松村さんが大好きなこう役者さんも。そうなの、様やらせてもらって、すごい可愛かったよ。可愛かったよ。ありがとう。そうでもね、みんなすごい可愛くてさ、ほらリカちゃんとユリユリと4人でね、みんな声可愛いよね。みんな可愛くない。いや私は可愛くないんだけど。可愛いよ。可愛いよ。言わせたみたいになっちゃった。違う。似合ってたよ。見ててね、あの、あすごい可愛いと思って幸せな気持ちになって、可愛すぎて写真撮っちゃったもん。あいいね。リンゴちゃん姿撮ったから。でまたまた見せますね。でもね、私ね、リカちゃんにね、ご飯と洋服くださいって言ってた。可愛くない。マエタン、そう、白米様の軍団ということで、これから仲良くしていただきたいなと思って。やっぱり白米様といえばご飯と、まゆたんの洋服が好き。可愛くない？すごい可愛くて、なんかリハの前に言ったよね。そしたらすごい笑ってくれて、嬉しかった。もうなんか、まあ、私がさ、こう最年長っていうのもあるけど、もう可愛くて可愛くて、もう何でもあげるって思ってた。あれは欲しい。欲しい。じゃあまたみんなにあげるね。じゃあそんなレイちゃんもスリーフォールドやったよね。めっちゃ好き。あれ大丈夫だったかな。かわいかった。レイちゃんのモノマネしたい。何何やってやって。あの感想で入った瞬間、あっ本当に可愛かったよね。可愛かった。なんかそう、あのクリスハンタさんのあのがこうやって襲ってくるっていうか、どんどんしてくるみたいなやつなんだけど、私サンタさんやりたかったのに、じゃあレイちゃんはツリーねって言われる。ツリーですか？かわいい。ツリーもかわいかった。かわいかったよ。めっちゃかわいかった。待って、私声やばいね。声が荒れてるね。頑張って歌ったからだよ。MC もしたしね、今回。確かに。頑張って結構使ったね。できるのかーって。
ってやったね、声枯れちゃったけどすっごい可愛かった。本当に私あそこ好きだったよ。あのこの後ろ振り返って、うん、発見した時のジャンプ、のけぞりジャンプあれそんなやってた、うん、なんかリハーサルの時からずっとなんかメンメンとそこの場所、うんうん、そのあの場所を見て、はい、うん、もう可愛いってずっと言ってて、ね、可愛かったよね。可愛い、3人ともみんな可愛かったよね。レイちゃんも可愛かった。何いいよ、レイちゃんがね、うん、びっくりするとこもすごい飛び跳ねてて、うんうんうん、ダンスの先生にレイちゃんをお手本にして、うん、さすがさすがでした。ケミヤさん、そんなん言われちゃって。もツリー担当ですね。じゃあこれからツリースリーホールドチョイスのツリー担当です。ケミヤです。あとそう、私すっごい裏でずっと笑ってたのが、うん、やんちゃなやんちゃん。そうだよ、ね、あれここに来てそう、ここまで持ってきちゃって、ね、あれ今やんちゃなやんちゃんさんですか、ね、もしかして。あれやんちゃんとやんちゃじゃないカッキーさん。あー優しいちゃんとあらなんですけど、やっぱさ、ね、なんかもう、うん、なんかね、嬉しかったですよ。ライブで披露できるって思ってなかったから、ね、もうなんか、なんか特別だなってすごい今回のライブで思って、本当大切な時間でした、ね、確かになんかここまで、うん、あのね、やんちゃなやんちゃんが持ってこられるなんて私たちも思ってなくて、ね、やったね、やったね、しかもしっかり曲にもつながって、ね、すごいすごいライダース来て、うん、あんななんかバカっぽいこうやんちゃんから、うん、なんか一気にかっこいい、そうやんちゃんになって。そうだぜじゃないぜ。大丈夫だった、うん、いきなりなんかえかっこいいぜ、かっこいいぜ。かっこよかった。カッキーも、うん、なんかあんな冷静なカッキーからすっごいかっこいいカッキーに変わって、うん、やんちゃじゃないって言いながらちょっとやん、うん、逆にやんちゃ、ちょっとじゃ逆にやんちゃになった、うん、あ本当曲の方で曲の方でやんちゃになった、うん、かっこよかった。あ本当に良かった、良かったですね。ねえ、なんかこのなんだろう、この空間でさ一人でさ今日はとか言い出すのすごいなんかもう恥ずかしい、恥ずかしいっていうか、すごいなんだろう、リハの時のさ雰囲気やな、ね、確かに。なんかすごい、そうみんなさ曲かけてさボンってさ練習する中さ急に今日はすごいなんか、でも私もさそれ躊躇しちゃうじゃん、うん、もうすごい、うん、かきさんどうぞって言われて言い始めるのにめっちゃさ緊張しちゃうね。そうだよね、なんか結構さ今日はって言うじゃん。そう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 、もうさなんか絶対すっごいプレッシャーだろうなと思いながら隣でニコニコしながら待ってる。いいぜ、いいぜの準備するから絶対声で待ってるんだけど。めっちゃ楽しかった、楽しかったね。よかったよかった、すごいかっこよかった、かっこよかった、嬉しいです、はい、ということでね、なんかもう私たちも消灯の時間が近づいてるみたいなので、うん、そろそろじゃあ次の曲、最後の曲になってしまうんですけど、何の曲かな、もうレイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、あれ何、もうみんなネタバレしすぎだよ。じゃあもう次の曲いっちゃいます。はい、次の曲はこちらです、どうぞ。アリエストラステミニカンサレオバゴイスイン、いい
今